さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作よくチャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、まあ、ジャンク品の修理を行っていこうかなと思うんですけれども、ものはですね、こちらになります。トミーの、おうちでプリクラデラックスという、まあ、撮影のおもちゃですね、はい。でこちらですね、ジャンク品としては電源入りませんということで、なんと50円売ってました、はい。でまあ、製品としてはこれ2003年頃の製品かなと思うんですけれども、いわゆるまあインスタントカメラですね。でそのシステムがいわゆるあのインスタックスミニと、まあ、チェキのシステムですね、はい。あのこの裏側には思いっきりあのチェキ の蓋があるんですけれども、でですね、まあ、修理とは言いましたけど、実はこれも直した後です、はい。直した後で撮ってるんですけれども、まあどこがいけなかったかと言いますと、本体の後ろ側にですね、ここにあの電池蓋があるんですけど、まあ、こういうおもちゃにはありがちな電池をね、入れっぱなしにしてしまって、で電池の端子がですね、一つちょっと腐食してこの奥側にこう落ち込んじゃって、そこだけ電池とこう触れ合わなくて、通電しずにこう電源が入んなかったみたいなんですけども、とりあえずですね、直してる過程の動画もですね、まあ、ちょっとダイジェストでご覧ください。はい、というわけでおうちでプリクラデラックス、こちらはですね、電源入らないってことですけれども、まあ本当に電源入んないのかチェックしてみましょう。まあこの本体、どうやら電池でしか動かないみたいで、まあ、ここに電池蓋があるんで、この電池蓋をまず外してみましょう。はい、外れましたね。まあパッと見綺麗に見えるとは思うんですけど、この左下ですね、はい、ここのところ、ここにちょっとね、ちょっと黄色っぽい液体が見えるかなと思うんですけど、これはね、電池の液漏れですね。はい。他の3つは接点異常なさそうですけど、この左下のところだけ、接点がね、ちょっと、6章吹いてる感じです。はい。はい、ピンセットで、ちょっと上に持ち上げてみましょうか。グッと。ほいっと。なんかこう、グラグラするんですよね、これね。はい。これでは、根元が、おかしくなっちゃってるっぽいんで、この他の3つは全然、びくともしないんですけど、これだけ、こう、グラ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 って動いちゃうんで、ちょっとね、これ裏蓋、外してみましょうか。プラスチックの側が弱く取れましたね。中身は、チェキポップ。インサックスミニ7のチェキポップが丸々入ってますね、これね。はい。で、肝心の電池ボックスなんですけど、これですよね。これがグラグラしちゃってるんですけど、単純に、これは、この固定が外れちゃってるだけみたいですね。はい。若干他の、端子も6章出てますけど、まあそれは問題ないとして、これだけまあ固定すれば問題ないのかなって気がします。はい。こんなもんでいいでしょうかね。はい。これ本体にフィルムのパックが入ったままになってるんですけど、
これを果たして、取れるやつなのか、もう使い終わっちゃったやつなのか、まあね、一応動作確認がてら確認してみましょう。まず電池を入れます。これ錆びてるところですけど、はい、ちゃんと電池入りましたね。はい、でこのカメラですね、このレンズのところを手前に引っ張ると電源が入るみたいなんですけど、電源はこれで入ってるのかな。ちょっとパッと見ではわからないんですけど、うん、まあ、仮に入ってたとして、ここにですね、あのフィルムの残り枚数が表示されるんですけど、この S っていうのが、まあ、これ10枚撮りのフィルムですけど、10って出るはずなんで、それが出ないってことは、これはもう撮影終わっちゃったやつかなと思うので、これちょっと外しましょうか。一応このね、替えのインスタックスミニは買ってあります。はい、気配がないんで、もしかすると、あの電池の端子の接触不良かなという感じもするんで、一回電池取って端子を全部クリーニングしてみましょう。外れてしまいました。はい、端子を、クリーニングしてたらですね、この端子がまた下にガクンって落っこっちゃいましたね。これね、多分あのホットボンドの方が定着が悪くて、パキって外れちゃったんと思うんですけど、はい、というわけで、まあ、ちょっとね、二度手間になっちゃったんですけども、その電池の端子をですね、一応ホットボンドで、こう固めて、外れないようにして、で一応直りました。はい、でちゃんと動くのかと言いますと、まあこれ、この真ん中のこのレンズの部分をこう前にペッと出すと、あの電源が入りまして、まあ、本来でしたらね、ここで何かしらなんか音が鳴るらしいんですけど、まあ、ちょっと鳴らないんで、でその立ち上がる時になんかこう機械の中でこうチェックが入るみたいなんですけど、それを待てばもう撮影ができるみたいなんですね。じゃあとりあえず写真を撮ってみたいと思うんですけど、まあ、これね、あのここがこういう感じで回せるんです。はい、でまあこの鏡の形がこのちょっと横長になってますけど、この場合だと横長に撮れて、はい、45度に傾けると、まあ、45度に傾いた写真が撮れて、で完全にこっち側に90度倒すと、まあ、こう縦長の写真が撮れるという感じですね。はい、でまあ、あの動画の中にもありましたけども、この中に本当にチェキの本体が丸ごと入っちゃってるんですよね。開けた時にそれちょっとびっくりしたんですけど、まあ、この中に入ってる本体がいわゆるそのチェキの、まあ、普及モデルなんですよね。だもんで、まあ、当時多分たくさん作られたんだとは思うんですけど、まあ、それの、まあ、在庫を、まあ、処分するのか、まあ、そういった目論みがあったかどうかは分かりませんけど、そのチェキを、ね、このまま丸ごと中に収めちゃうという設計ですね、これね。はい、じゃあ、まあ、せっかくなんで最後にですね、1枚撮ってみようかなと思います。はい、じゃあですね、ではこれをかぶります。はい、これはですね、
先日、10月31日、まあ、ハロウィンだったわけなんですけど、それとまああの日曜日が重なって、まあ、ちょうどアムロセンター行った時にハロウィンだったんで、まあ、あのその前日にですね、受付で、まあ、その職員さんに明日はハロウィンですよと、なんかこう意味深な言葉をかけられまして、まあそう言われちゃったからには何かやらなきゃいけないのかなと思って、まあ、突貫工事で、その土曜日帰った後から、まあ、次の日の朝までにかけて作ったやつなんですけど、まあ突貫工事なんでね、だいぶこの適当な状況なんですけど、まあこれをですねかぶって、あの日曜日はアムロセンターに行ってました。はい、じゃあですねこれをかぶって1枚撮ってみたいと思います。おっと、でこの、本体について鏡に映ってる範囲がこう一応ね、写真の範囲として残るんで、まあ、そこはこう、近づいたり遠のいたりしてこうね調節するという感じで撮るんですけど、まあ、この本体の正面にある白いシャッターボタンを押しますと、はい、というわけでピカッと光りまして、はい、フィルムが出てきました。まあインスタントカメラなんでね、ちょっと最初はこう真っ白ですけど、ちゃんと映るまでね、ちょっと待ちたいと思います。はい、というわけで数分経ちましてね、ちゃんとこういう風に映りました。はい、まあこれを直したらこれ何をしようってんだっていう話になるんですけど、まあアムロセンター行った時に、まあ目星化石なんかが撮れた時にですね、まあ一応写真をいつも残してはいるんですけど、まあ一応デジタルで、まあ写真なり動画なりは残るんですけど、やっぱりこの物理的な写真として、残してみたいなっていうのが一つあったんで、まあその、まあ、常にこれ化石掘る時に持ち歩いてですね、その都度、まあ、いいものを撮れた時にはですね、こうやって、まあ、記念写真として、写真をこう残していきたいなと思ってます。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。